乃木坂46で2024年に新成人を迎えた8人が9日、ゆかりのある東京、乃木神社で成人式を行った。囲み取材で松尾美優は、晴れ着の色について語った。松尾美優、20歳の目標は、強くなる、新成人を迎えた心境と、今後の抱負を教えてください。松尾、自分が思い描いていたお姉さんになれているのかわからないんですけど、20歳になったのでしっかり、自分は大人なんだぞ、っていう自覚を持って、進めていけたらなと思います。絵馬には何を書きましたか？松尾、私は、強くなりたい、にしたました。去年の1年間、3期生の先輩方がすごく私たちを支えて頑張ってくださったので、私も誰かの糧になれるぐらい強くなって頑張っていきたいという思いと、自分自身ももっといろんな面で強くなれたらいいなという思いで、こちらにしました。松尾美優、晴れ着の色の理由、振袖のポイントは、松尾、メンバーやスタッフさんから、白って言われることが多くて、私のイメージカラーなのかなということで今回は白にしました。バル、セイミヤレイ、小声で、純白。松尾、髪飾りは姉が成人式の時に使っていたものを借りて、今日は真っ白になりました。初めて飲んだお酒は、松尾、誕生日の日に家族でご飯を食べに行った時、母がワインが好きで私も飲んでみたかったので、家族で赤ワインを飲みました。乃木坂46、8人が新成人あでやか振袖をお披露目。今回成人式に参加したのは松尾、セイミヤのほか、2024年に4月1日までに20歳を迎える岩本蓮加、黒宮明日香、林瑠奈、一ノ瀬美空、岡本ひな、川崎さくら、さきは正式には、辰咲の計8人。8人のメンバーが新成人を迎えたのは乃木坂46史上最多人数で、2022年以来となった。華やかな振袖姿でマスコミの前に姿を現した8人は神主と共に鳥居をくぐり、石畳を歩いて本殿へ。本殿内で祈祷した、乃木坂46新成人8人は、乃木坂上り流世代、囲み取材で、今年の新成人の皆さんは何世代か、と毎年恒例となっている、世代の名前について質問されると、自然に考えてきた様子の8人はその場で最後の打ち合わせ。そして、岩本の、聖の、の声に合わせて、乃木坂上り流世代、です、と、上り流、の手をつけながら答えた、乃木坂上り流世代、と名付けた理由を聞かれると、岩本は、乃木坂は、上り坂、というのがありまして、私たちもどんどん上を目指して登っていきたい、と、上り流、に込めた思いを告白、殺年なので流とかけて、上り流、と今年の干支にもかけていることも伝えた。